お好み焼きよ、お好み焼き、お好み焼き。あー、この銃ね、これたまにこれね、これいい感じね、これシャミジョッ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 シャミ。カツオ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 。青のり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 。手作りマヨネーズ、手作りマヨネーズをかけましょう、かけましょう。完成、完成です。これで手作りマヨネーズ、これおしゃれだね、これよし。完成です、完成、完成、完成。熱々を食べる。お好み焼き5000円。さあ食べよう。お好み焼き5000円。お好み焼きよ。ふわっちさん見えにくいけどね、これ5000円。出せないんですね。ガラガラ。演技を超越した。ガラ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 。マコと翼が嫉妬した娘役とは。ちょっと待ってね。お好み焼きには冷水。お好み焼きには冷水です。人気を誇った娘役、女優、ダンレイ。お好み焼きよ。ダンレイの知名度を一躍国民した CM といえば、熱い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 、いただきます。いただきまーす。じゃあ作ったらね、多くなってまうね、大きくなってまうね。パイお好み焼き、ダララ、ダララ。で、その時にヤンさんがね、ダララ、タカちゃんゲストになってるよ、名前変えてんねんね。今舞台に立ってません、もう心からやってますみたいな、もう猫背になって、ゲストになってるよ、名前ケナーでした。これだけは演技ではなく持ってる。あ、美味しい。まあ、女優さんだから演技するところはある。ダララ、ダララ、ダラダ、いただきます。美味しいよこれ。いただきます。中生姜切って入れた中に、うん、生姜入れた、生姜。でその時にあの記者会見がありまして、で翌日にその時の模様が、まあ、新聞に載ったんですけど、うん、その写真がランドのピントが合ってたんです。私と新木純さんはピントが合ってて思ってたんですね。もう宝塚時代男役としてはなかった状態が、おいしいわ、
紅じゃなくても普通の生姜できるね。美味しいわ。国境を越えた美しさがあるんだなと思ったんです。